どうもこんにちはまったり学び直し教室の続きをやってまいりましょうで今回話したいことはですね読解力を鍛えるにはということをね、えー、少しばかり話していこうかなと思っております で、まあ、よくね相談を受けたりするんですよね。えー、本を読んでも頭に入らないですよ。どうしたらいいですかとか、えー。読解力ってどうやったら鍛えられるんですかとかね。まあ、そういう相談を受けたりするんですけど、まあ、非常にね、その質問に答えるのはね難しくてですね、まあ、僕自身ね、まあ、すごく高い読解力を持っているかどうかって言われたら分かんないんですよね。分かんないので、ちょっとね、本当に答えに困っちゃうんですよね。まあそういうねえー 相談を受けてまあ答えないわけにもいかないんでまあ自分なりにいろいろ調べたことがあるのでまあそれについて簡単にね喋っていこうかなと思っていますでですねあのー、読解力を鍛えるために科学的にわかっていることってあるのかなということなんですけどあのー、去年ですかね、えー、AI vs 教科書を読め読めない子供たちっていう本が流行ったと思うんですけどまあその著者である新井さんが2万5千人を対象に読解力を決定するものってなんだよっていうことをね調べたんですね、えー、読書習慣なのか 習い事なのか、スマホをどれくらい使うのかとか、新聞を家で購読してるのか、など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 、まあ、そういうことを色々と調べたらしいんですね。で、その結果分かったことがあります。どどん読解力を伸ばす方法は今のところわからないということなんですね。これね。結構衝撃ですよね。うわ科学的に分かってね。えんだみたいなね。で、これね。本当に厄介だな厄介だなと思ってて、国語の先生っていうのはえー、たくさん本を読めば読むほどね。えー、まあ、読解力っていうのはね。上がるんだぞ。鍛えられるんだぞ。とか。 まあそういうことを言ってたと思うんですよ。もう僕もね、学生時代に、ね、そう言われたんですけど、いやそこがね、分かんないんですよね。本を読めば本当に読解力が上がるかどうかっていうのは、もう、分かんないんですよっていうことがね、まあ、科学的に分かっちゃったので、まあ、ここね、じゃあどうやって鍛えていくのかっていうと、本当に難しいところだなと思うんですよね。いや、それはね、悩みますよ、みんな。で、読解力っていうのは、あと可視化しづらいっていうのがね、まあすごくね、問題ですよね。例えば、筋トレであればですよ。 スクワットを1日30回やっておけば、まあ、それ1ヶ月ぐらい続けばですよフォームが汚かろうと筋肉っていうのはついていくんですよ、えー、スクワットだけを30日間続けていれば、まあ、目に見えて体っていうのは変化してくるでしょうねでそして1日目よりはずいぶん楽にスクワットをね30回できるようになるんですよじゃあ読書はっていうと、えー、1日30分読書をして1ヶ月続けましたでも1ヶ月後読解力ってついてんのわかんないですよね もう変化が目に見えないんですよ、えー、筋トレと違って筋トレやっとけばなんかまあ胸あスクワットだったら太ももとか硬くなっていくでしょうけど読解力っていうのはねもう全然目に見えないんですよね。目に見えない変化が見えないってことはどうなるかっていうとモチベーションにつながらないんですよ。モチベーションが全然湧かないんですよね。まあ、だからねそれは読書やめちゃうよねって話なんですよね。でまあそういう読書系の本を読んでいればですよ「あのーまあ、しかしとか、まあ、そういうね逆説的な言葉がつくとき つくととこころろがが、えー、筆者が一番言いたいたなんだだかかからしかしとかなぜならとかその後の文章に注目だみたいなことが書かれてるんですけどいやーそこそのテクニック的なことだけを知って本当に読解力っていうのはついていくのかねっていうのがね、まあ、僕の疑問なんですよ。まあ、それはもうみんな分かりますよね「しかし」とかついた後あとはあと「つまり」とかその後は、えー、筆者が一番言いたいことが来るんだなみたいなのわかると思うんですよね。でもそれを知っていても読,書読解力というのが身につかないから悩んでるんですよね。 じゃあ,、えーまあ僕はここで提案したいことなんですけど、まあ、読書で読解力を上げていこうっていうね、まあ、そういう思いをやめた方がいいんじゃないかなと思います。えっとまあ、基礎的なレベルがついたあとはその読書をして読解力を上げていくっていう作業がいいと思うんですけど最初ですよね最初の段階で本とかはあまり読んでない段階でいきなりね本を読んで読解力つけていこうっていうのは結構きついんじゃないかなと思。 思います全然ランニング習慣がない人に「おいこれから毎日1 0キロ走るぞ」って言われたってもうそれは辛いだけっすもん辛いだけ続かないですよね、まあ。ということで、えー、読者で読解力を上げるという思い込みをやめて、えー、まずはですね日常常生活でで脳を鍛えてていいいいくっていうのが非常に大切なななんじゃないかなと思いますで例えばですけど、うん、と A と B の共通部分を探す A と B の違う部分を探す A と B の関係性を見る、まあ、これ原因と経過のことですね、まあ、これを日常生活のいろんなところでやっていくのがいいんじゃないかなと思っています。 例えばですね、じゃあ、ツイッターとインスタグラムの共通部分って何ですかとか、ツイッターとインスタグラムの違う部分って何ですかみたいなことを、まあ、常日頃考えていけば、それだけで脳、ね no、ってね、鍛えていけると思うんですよね。あと、なんだろうな、じゃあ、Mac と Windows の共通部分って何だいと マックとウィンドウズの違う部分なんで、なんかちょっとまあ、あのーね、ね、最近の,そのスマホとか、えー、えー、なんだろう、まあパソコンとか、まあでもなんか新しい新商品とか出るじゃないですか。で、新商品が出るたびに、なんか、あれここって何が変わったのとか、ん今まで一緒のところどこみたいな、まあそういうことを、えー、結構考えていく、癖をつけるだけで、本当にね、頭って鍛えていけると思うんですね。ということで、えー、日常生活で脳みそを鍛えていこうじゃありませんかというのが一つの提案ですね。で、二つ目はですね、えー、脳を最適化するっていうのは非常に重要だと思ってまして、まあこれはその、 えー、まったり学び直し教室の始めらへんですよねそこでも言ったと思うんですけど運動とかっていうのは脳細胞を増やしますよとあと食事っていうのは脳を作っていきますよねあと睡眠っていうものはその集中力とか高めるのに非常に必要なので、まあ、まずこの3つで脳を最適化するっていうのが必要なんじゃないかなと思います、えー、読解力がないから困るという場合はまずここを見直してみるのも1つの手なんじゃないかなと思います、まあ、本っていうのはあの、まあ、そもそも人間がこのね文字誰庶民庶民というか、えーまあ、庶民か、まあ、普通の人が 文字を読むようになったっていうのは人類史的に最近のことでそもそも僕たちは文字を読めるようにうまく進化してないんですよね喋ることはできるけど文字をうまくこんな漢字とかひらがなとかいろいろ使われててそれをみんながみんな読むようになった時代っていうのは本当につい最近のことでそもそも文章を読むのっていうのは超苦手なわけなんですよね、まあ、だからその苦手なことをするためにはもう最高の脳で挑まない 挑ままなないといいいとととととけ思うううんででですね、まあ、ということで脳を最適化していきましてきょうとで3つ目ですね3つ目日記を書くっていうのは非常に脳の訓練になりますね、えー、なぜかと言いますと、まあ、基本的にインプットって多めなんですよ SNS を見るネットを見るインプットばっかりですよねでもアウトプットするのっていうのはなかなかない習慣なんですよねだからこのアウトプットっていうのを意識的にやることで脳を活性化させることができるんですねでそれに日記っていうのは一日を思い出す訓練ですよねわあ今日は何やったっけって何があったっけって、まあ、これ結構重要です あとですね頭の中にある考えモヤモヤした考えっていうのを文字にして文章にするっていうのは非常に頭を使う作業なんですねということでまあねこれをやることも脳を鍛えるという意味ではいいんじゃないかなと思っておりますということでね今回はちょっと長くなっちゃったんですけど、えっと、まあ読解力を鍛えていくためにはまずこの3つを習慣化していくのがいいんじゃないかなとまあこのいきなりね3つを習慣化するっていうのは難しいんでまずどれか1つ かからららやってみてみもらえたらいいいいんんじゃないかなと思うんでですすけどんと、まあ、一番難しいのが多分日記ですねこれを続けるっていうのは結構難しいと思うので、まあ、おすすめはこの1番ですね、えー、共通部分違う部分、えー、関係性を見ていくっていうのが、えーまあ、なんか街歩いてても、まあ、なんかすぐできると思うんですよねあ,あそことあそこに似てんなみたいなあそことこと違うじゃんみたいなああ A と B ってああいう関係性になってんだみたいな、まあ、そういうのはすぐできるかなと思うのでまずここからやってみたらいいんじゃないかなと思いますということで、えー、と今回は終わりです。